はい、おはようございます。Y 氏の馬券です。中山記念に続き、阪急杯の予想ですね。もう印は打ってるんですが、ちょっと時間がちょっとないのでサクッといっちゃいます。本命は、もう印打ってるんですけど、ガルボです。関東馬です。阪神コース、まあすごい、まあ勝ちきれてはいないんですけど、0304、これですね、0304で、まあ特に、あそこまで1004の成績もいいわけじゃないんだけど、まあ去年の阪神カップで2着に来ている馬です。まあ、阪神の1004でよく、構想をしていますので、まあ、このメンバー、ダノンシャークとか、コパノリッキーとか強いとこはいるんですけど、後者コースの一人として、前に行けて、まあ、コパノリッキーが、あ、コパノリッキーじゃない、コパノリチャードが、なんかね、坂が得意じゃないような気がしますんで、前が止まって、後位直線抜け出すっていう形を僕はイメージしております。なのでガルボを、本命とさせていただきました。対抗はもう印見えてますけど、ラトルスネークですね。こちらも、阪神得意です。2115、あ、ちょっと負けてるか。でも、ね、阪神カップ5着で、まあ1004が抜群に強くて5105で、まあ差し馬ですけど、バルジュグ、ダリオバルジュが、うまくさばいてきてくれるんじゃないかなと思いますんで、対抗とさせていただきます。黒三角は、サンカルロですね。サンカルロです。あ、なんか見えてるね、ごめんなさい。サンカルロです。サンカルロも、阪神カップで、構想してます。阪神も、得意です。というか阪神校舎だけでちょっと僕は選んでるんですけどね、今回ね。ちょっとね、後ろから刺してくる馬なんでペース次第なんだと思いますけど、コパのリチャードがうまく引っ張ってくれたら、突っ込んでくる可能性あるんじゃないかなと、2着3着にね、あるんじゃないかなと思います。白三角はもう見えてますけど、コパのリチャードとダノンシャークです。コパのリチャードはもう前残りを考えてのことです。ダノンシャークは、今回ね、前回ね、東京新聞杯、雪の影響で伸ばして、取りやめしてここにチャレンジしてきたんですけど、やっぱり1600メートル以上のところで、走ってきてて、そうですね、まあ、このレースは距離短縮組が構想してるんですけど、やっぱり、1600メートルでもね、前々で競馬ができないと、短距離レース、1400メートルのスピードにはついていけないんじゃないかなということを懸念してね、
いや馬自体は本当に強いかなとは思ってるんですけどね、差してきて思ってるんですけど、ちょっと距離短縮、前々で競馬をする馬ではないんで、ちょっと届かないかなってイメージがありますんで、ここは、白三角と、させていただきました。なんかうまく説明ができてないんですけどね。はい。買い目はですね。あった。馬タンです。ここはもうガルボがこのメンバーならついに勝ってしまうんじゃないかと思いますんで、10番から、1番コパノリチャード、6番、サンカルロ、9番のラトルスネーク、ここが1番かな、ここが一番厚めに買いたいというか100円ずつしか買わないんだけどね、願望的には買いたい、10番9番ですねから、13番の、ダノンシャーク、この4点に、流したいと思います。なかなかうまくできないです、うまく説明できないですが、どうか変わった面白いやつだなと思ってですね、今後ともお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。